このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東城会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。それはこれくらいの城、それに桐生さんもいるんです。立花よし、それじゃあそこの、ええ、平気ですか？
大丈夫か。ええ、なんだ。出口はあっちだ。ここか。お前は袋のネズミなんだよ。どうして頼むぜ。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。